こんにちは。今日は私が愛用している腰袋を紹介したいと思います。ニックスというメーカーのものです。去年の11月ぐらいに買いました。釘袋の中にいつも入れているものです。メジャー、弦の、バール、これは 250mm エドッコ、マジック、ヘラバール、カッターに、差し金に、スミツボ、そしてビットホルダーを引っ掛けています。まあ、大体こんな感じのものが入っていることが多いです。工事の内容によっては中身はちょっと変わってきます。これらをどのように釘袋にしまっているかというと、だいたいまずカッターはここ、差し金はこう、広い現場とかではここに刺すようにしています。でも狭い現場とかだとここが危ないので、このように刺してます。ヘラバール、エドッコ、マジック、弦のはこう、この25センチのバールはここに入れてます。でメジャーがここ、スミツボはここ、ビットホルダーがここです。こんな感じです。こんな感じですね。で、こういう小さめのバールは広いところには入れないようにしてます。奥で倒れてしまってどこ行ったかわからなくなる時があるので、必ず狭いところ、倒れない場所に入れるようにしてます。何でもかんでもここの広い場所に入れてしまうと、弦を取る時に、取り出すときにいろんなものが邪魔して取り出しにくかったり、差し金を出すときに一緒にこういうバールがくっついてきたりして落ちて床を傷つけてしまったりするので、差し金や弦を入れる場所にはメジャーとかちっちゃいバールとかは入れないようにしてます。はい、こんな感じで、たくさんビスを打つときはこの場所にビスを入れるようにします。そのときはメジャーなどはこちらに入れます。はい。で、この釘袋は収納力が高いわけではなくてシンプルなんですけども、とても使いやすくて気に入ってます。以前使ってた釘袋がこれです。これはすごく軽くてポケットもいっぱいあって使いにくいわけではなかったんですけども、たまにこう、なんだろう、ちょっと厚みがあって狭い場所だと少し邪魔になってしまう場面が時々ありました。でもここにカッターが入るし、ここにメジャーとか釘とか入れてて、でここスミツボの専用の入れるとこもあったし、ここに鉛筆とかペンを刺す場所もあったし、細かい江戸っ子とか釘締めとかもここに入れられるし、差し金も問題なく入るので、まあ、使いやすかったです。結構5年ぐらい使ったと思います。で、これはすごくシンプルで、こちらに比べて収納する場所があまりないので、カッター専用のものをつけたり、あと墨壺が今ここに墨壺を入れてるんですけども、専用のやつが欲しいです。でもこの色とか質感とかクタッとしてるこの感じが
すごく気に入っていて、気に入ってます。あと飲みは私はちゃんとまだ扱えないので持たせてもらってません。ちゃんと使えるようになったらそういう飲みのケースとかもつけてみたいなと思います。こんな感じです。多分多くの大工さんはこれじゃ物足りないって言うと思います。これじゃ何も入らないって言うんじゃないかなと思います。私はそんなに人現場を全部自分でやったりっていう経験もまだないし、手元作業がどちらかというと中心なので、これぐらいでコンパクトね、ちょうどいいんですけども、できることがもっとたくさん増えてきたら、釘袋ももっと収納力があって、大きめのものになっていくのかなと思います。はい。これ結構色とかすごく気に入っていて、すごく可愛いです。DIY とかの人で釘袋欲しいなって考えてる人とか、これいいですよ。シンプルだし、DIY の方とかだったら、これぐらいのシンプルなやつすごく使いやすいんじゃないかなと思います。ミックスさんの釘袋です。値段もそんな高くなかったです。いくらくらいやったかな、3000円か4000円しないぐらいだったんじゃないかな。たまたま工具屋さんでそろそろ新しい釘袋買おうかなと思って見てた時に、あ、もうこれがいいって一目見て買いました。こんな感じで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。